どうも、三鷹です。麻雀牌を手に入れてからケースの修理もしたし、アフリカの麻雀クラブ部長に確実に近づいているとは思うんですけど、肝心の麻雀卓が我が家には、いや、アフリカにはないんです。その辺のテーブルを使っても雰囲気が出ないし、今回麻雀卓を作りたいと思います。って言うと思ったでしょう。今回は違うんです。ちょっと聞いてください、奥さんっていうぐらいのお話があります。麻雀卓を作るには材料が必要だから、アフリカにある工務店に行って値段を調べようとしたんです。さすがに材料費が高かったら作る気にならないし、動画を撮影するためにも材料だけは揃えたかったので、そこで簡単な寸法と設計図を書いて、素材はどれにするか話し合って、いくらになるって聞いたら、まあ今はわからないって言われたので、いつ値段がわかるって聞いたら、まあ明日なら大丈夫っていうことで、まあその日は帰ったんです。最悪忘れられても、まあ家から近いし、また行けばいいかなとは思ってたんです。で、次の日に値段分かったって聞き入ったら、はい、これって渡されたんです。なんだと思います？そう、今日テーブルになっているこの麻雀卓です。いや、まあ設計図通りには作ってくれてるんですが、自分で作りたかったし、これじゃ DIY の動画にならないし、それにこの土台、縁と土台の間に布を挟みたかったんですよ。アフリカじゃよく切れる工作カッターなんて手に入らないので、おそらく内側だけ布を貼ってもその後きれいに切ることができないと思います。でも、もうこうなってしまったら布を全体に貼るしかないのですが、まあ、そんな麻雀卓見たことないし、おそらく使いづらい。でもこのように釘が見えてたり、エッジの作りも悪いんです。まあこれを隠すしかないかなと。あと設計図もその場で書いた簡単なやつだから、寸法とか合ってなくて、中が65センチと若干小さいんです。まあ出来上がったものに文句を言ってもしょうがないので、今回はこれ全体に買ってきたこの布を貼り付けたいと思います。ちなみに探したんですが、私の町にはフェルト生地が売ってなかったし、まあ、そもそも店の人がフェルト生地を知らなかったので、今回はこの生地の裏側、こちらを使っていきたいと思います。接着剤もどれが専用のものなのか分からなかったので、とりあえずおすすめを買ってきました。ここに書いてある文章を軽く読むと、専用ではないようですが、まあもういろいろと失敗しているので、とりあえず挑戦したいと思います。では作業を始めていきます。しました。私はメカニックで木工のプロではないっていうのもあったんですが、この接着剤が全然用途に合ってなかったです。まるでゴムでした。麻雀卓は灰を動かすので、完璧なフラットじゃないとダメなんですが、この接着剤は硬くて伸びないので、フラットの表面を作ることができず断念しました。また新たな接着剤、今度は伸びる接着剤を探して再挑戦したいと思います。ただ英語が通じない人が多いし、自分も完璧に喋れるわけではないので、まあ、大丈夫かなとちょっと心配です。ではでは、部長にちょっと遠のいてしまった三鷹でした。